はい、どうもパルです。今回はですね、記念動画でありお知らせ動画っていう感じですかね。まあ今日という日ということでね、まあ今日ね9月17日なんですけど、まあ今日が何の日かと言いますとね、私パルは本日9月17日で20歳になりました。イエーイ、よっしゃ。寂しいな、一人でねカメラの前でこんなことやってるの本当に寂しい人みたいに思われちゃうな、うん、はい、というわけでね、今日でね年齢的に大人になりました。心の中はまだ少年のようにピュアピュアな感じなんですけどね。まあだからといって何かが変わるわけではないんですけどね、うん、まあその報告だけするのもどうかと思ったんですけど、まあそんなタイミングでね、はい、こちら、はい、これが何かと言いますと、僕の前の動画で出てきましたの、トゥーさん、トゥーさんが誕生日プレゼントとしてこれをくれました。ありがとう、トゥーさん、ありがとう、本当に。で、こちらに書いてあるんですけど、神田祭り×ラブライブお湯飲みバーチハヤ装束、うん、サンライズ承認済み。こちらの方をね、誕生日プレゼントとして僕にくれました。いや、本当にもうね、この文字を見るだけでね、もうわかる。絶対可愛いやつ。うん。というわけでね、ちょっと開けていきますか。うん。どんな感じのやつなのかっていうね。ここからこう開けられるのか。はい。あー、なんかもう可愛い。うん。この時点で可愛い。いきますよ。はい。あっめっちゃ可愛い。何これ、ほんとセンス良すぎでしょ、ちょっと。これ。あかわいいわ、このキャラたち、ほんとに、わ、もう、トゥーさん最高かよ。正直ね、これはもうもったいなくて使えない。これは使えないよ。だってこんなに可愛いんだもの。部屋にね、飾らせていただきたいと思います。まあ今回それだけの動画ですかね。僕は今日で20歳になりましたよっていうことと、誕生日プレゼントとしてトゥーさんからこんなに可愛い湯飲みをもらいましたよっていうことと、あと今日ね、9月17日が僕の誕生日であるということを覚えて、はい、というわけでね、これからも頑張っていきたいと思います。うん。なんだこの締め方。ねえ、みんな見てこれ、超可愛いんだけど。